こんにちは。しばらくの間明の時代のお話が続きましたので、今日は一休みして秦の時代の兵馬俑のお話をします。行ったことがありますか？私自身も15、6年前に訪れましたが、見事なものでしたよ。古代中国の知恵はすごい。兵馬俑は20世紀考古学史上最大の発見の一つと称され、1987年にユネスコの世界遺産に登録され、世界8番目の不思議の称号を得ました。始皇帝陵の築造時期に関する最も古い記録は、前漢の歴史家である司馬遷の著書にある。同書は、秦の皇帝が即位した時、紀元前247年から古外2年、紀元前208年まで合計39年間にわたって始皇帝陵を築いたとしております。しかし、近年の考古学的研究により、始皇帝陵の建設にはそれほど時間がかからなかったことが明らかになってきた。出土した遺物や、職人の生活用品やその墓の建設者は中国各地から集まってきたことが分かった。始皇帝の即位後すぐに建設を開始することは考えにくい。当時秦の始皇帝がまだ統一していない時期にお墓の築造作業を開始することは無理だったと考えられるからである。このほか、秦の始皇帝の墓を建てたのは上昇の李氏という文献があるが、李氏は新帝国統一前後の上昇なので、墓の建設時間は、だいたい7年であったろうと、学者から判断します。では、なぜ、司馬遷は39年と書いたのか？司馬遷が、功名心に囚われる武帝を忠告したいわけだった。彼は始皇帝を悪魔化することを通じて、始皇帝のような自分の墓のために、大いに土木工事を起こさないように忠告しただろう。考古学者がこういう風にコメントした。1974年、陝西省、臨東区、東高の離山山麓で、地元の農民によって、初めて発見された、秦の始皇帝陵は、総面積 56.25 平方キロメートル、標準サッカー場7800個分の広さがある。中国史上最大の皇帝墓とされている。兵馬俑は、秦の始皇帝の墓にある大型の埋葬坑です。3つの埋葬坑が発掘され、総面積2780平方メートル、8000体以上の兵馬俑と、それぞれ100台以上のチャリオットや軍馬が含まれています。完全な軍隊の編成を呈します。発掘されたものを見ると、武士オート、チャリオットや軍馬が、規則正しい間隔で、左右対称に整然と配置されているように見える。武士オートの高さは 1.82 メートル、重さ 200kg、戦砲と、鎧甲に身を包み、弓矢で武装し、あるいは剣や槍、石弓などの鋭い実用武器を手に持っています。本物の馬に近い大きさの雄大な塔婆は、4頭の馬のグループで、チャリオットを牽引し、武者や馬の躍動感あふれる軍人を表現している。これらの武者や馬は、2000年以上前に始皇帝が、南北に戦い、六国を滅ぼして、中国を統一した時の雄大で華麗な光景を、再現しているのです。では、用途は一体何なのでしょうか？用は、古代中国の墳墓に副葬されていた人形です。当初は土木に代わる、副葬品として使用されていたが、後に、衛紙や土木、踊り子などの副葬品盗用も発見された。当州に始まり、春秋、戦国時代にその数を増やし、秦漢から隋唐にかけて最も多く栄え、最も芸術的価値の高いものとなっている。また、古代西洋彫刻と区別するために、重要なタイプである。その最初のピークが、秦の始皇帝の墓にある、兵馬俑であり、
その総数は未だ未知である。今まで始皇帝の陵墓には3つの倍装甲が発見された。第一甲は最も規模が大きく、兵馬俑のほとんどが、歩兵、とチャリオットで、専門家によって、ここは、兵馬俑の本陣と推定されている。第二甲の面積は6000平方メートルで、騎兵、土兵、チャリオット、そして4つの砲陣があり、整然とした、ラインアップ。六国を恐怖に陥れた新帝国の、軍隊を表現しています。第三甲は524平方メートルしかないが、出土した兵馬俑は非常に特殊で、専門家は、ここは軍司令部の所在です。秦の時代の戦争技術は、すでに参謀と作戦式のシステムを発展していた、考古学的に発見された世界最古の軍司令部である。兵馬俑には、様々な軍装が施され、新帝国の厳しい規律が現れています。数が多いだけでなく、表情や服装、階級なども多種多様で、戦場での機能によって以下の9種類に大別される。1、軍利用、頭に総番長か、または短番長官を着用。2、将軍用、用の中では最も珍しく、10体以下しか出土していない。3. 武士用、平均身長180cm、発掘された兵馬俑中最多数。4. 騎射用。5. 立射用。6. 騎兵用。7. お手用、チャリオットの運転責任者。8. 射手用、チャリオットに立って敵を殺す責任者。9. 鞍馬用。では、この兵馬俑に色はついているんでしょうか。現在展示されている兵馬俑は1998年に兵馬俑の第二甲から比較的完全な大型の塗装された騎射用8体が出土するまで灰色やコンクリートの色をしているように見えます。これらの彩色された塔は修復、保護され展示されるとピンクの顔、朱色の外光、茶色の甲冑などで観客の目を釘付けにしています。世界中の人々から称賛と驚きの声が上がっている。考古学者が実験室で分析したところ、兵馬俑の絵の具は12色あり、赤、緑、青、紫の4色が最も多く使われ、兵馬俑の衣装の主な色であることが分かりました。興味深いことに、兵馬俑の色彩は統一されておらず、復元されれば、色とりどりの軍隊のように見えるだろう。色彩分析で最も衝撃的だったのは、辰砂とバリウム同系酸塩を混ぜ合わせて作られた、中国紫と呼ばれる合成色の発見で、秦漢時代に壁画や兵馬俑に多用されたが、東漢時代以降にその技術は失われてしまった。秦の始皇帝は、崇円の陰陽五行思想を信じ、つまり、木、火、土、金、水。秦は水に属するので、それに見合う色は黒であると考えたのである。では、兵馬俑はどうしてあんなにカラフルだろう？現時点では明確な結論は出ておらず、さらなる考古学的発掘と科学的調査が必要である。しかし、俑に使われた大胆な色彩は、当時の現実世界を反映したものであり、新社会の儀礼とも密接な関係があることは間違いない。この絵の具はどこから来るのですか？また、どのように作られているのでしょうか？中国における色の歴史は少なくとも7000年前の原始社会である石器時代まで遡ることができる。中国の絵画は当初、陶器や地面、岩壁に描かれていましたが、次第に壁や絹、紙へと発展し、筆や墨、天然岩絵の具などを使って探求と革新を続け、次第に中国独特の様式と気質を持つ絵画を形成するようになったのです。
兵馬俑の塗装には、生漆の層と顔料の層という二つの材料が含まれています。生漆は、漆の木の樹脂から加工される天然塗料で、ペンキなどの化学物質とは異なります。生漆は、木の幹から出た当初は、白色で、空気に十分に触れることで徐々に赤茶や黒に変化していきます。ほとんどの兵馬俑は、まず生漆で全面を塗り、その上に顔料を塗るので、その結果、原料塗料の層と顔料の層の二つの層ができる。なぜ、漆を先に塗ってから顔料を塗るのかについては、まだ学会の定説が得られていません。漆層は、経年変化により土器との一体感が薄れ、長い間埋蔵されると容易に分離するようになり、同時に、顔料層は、周囲の土と密着し、互いに接着するようになったのです。結局、顔料が、東洋から剥離し、周囲の土に張り付いてしまったのです。古代、生漆は庶民には、手が出せないほど貴重なものであったことが、面倒な製造工程を見れば明らかだ。始皇帝は、何千もの兵馬俑にまず漆を塗ることを要求し、それ自体がとんでもない贅沢品だったのです。兵馬俑は、体の部分ごとに異なる色で装飾が、施されています。また、衣装の色も、特徴的で、使われている色も違います。それらは生漆、朱砂、孔雀石、砂石、蘭銅鉱、中、黒紫、骨などを含まれます。このうち、中黒紫、煙白、煙炭などは人工的に作られたものと思われます。中黒紫は、自然界ではまだ発見されていない顔料で、兵馬俑は、その出生と年代が明確な最古の現物である。秦人が、兵馬俑の塗装に、合成の中国青と、中国紫を使っていたことが、顕微鏡分析などの技術的手段で判明したのだ。サンプル調査によると、中国紫は、春秋時代、中国青は、戦国時代中期に誕生した。技術的な制約から、古代の人々が使用した顔料のほとんどは、天然物から採取されたが、中国紫だけは、合成顔料で、その主成分は、バリウム同系酸塩であり、うまく合成するためには、現代の技術が必要である。2000年以上前の秦王朝が、どのように行ったかは、まだわかっていない。興味深いことに、秦と同時代の古代エジプトのプトレマイオス朝でも、エジプトブルーと呼ばれる人工的に調合した、青色顔料が使われており、その主成分は、珪酸銅カルシウムであった。名前は似ているが、バリウム銅珪酸塩と珪酸銅カルシウムの製造方法は違うと専門家は考えている。この二つの文明が互いに触発されたのか、それとも意図せず心を通わせたのかは、今後の研究を待たねばならない。殷の時代には、殉死が一般的だったが、清秋になるとその習慣は変化し始める。戦国時代になると、殉死の代用として、東洋や木曜が登場し、秦では、建国の時代に正式に殉死の習慣が廃止された。数千の兵馬俑は、非常によくできていて、その表情はほとんど繰り返さない。生きている人間を焼いて作ったのではないかと疑う、人がいるほどです。このような主張は、兵馬俑の内部が空洞であることを、専門家の断層撮影によって確認されたため、考古学会では一般に、兵馬俑を副葬品と呼んでいる。では、なぜ兵馬俑はみんな一重まぶたなのでしょうか。2000年以上前に、秦の古代の人々は、どのような精神と態度で、この広大、複雑なプロジェクトを完成させたのか。無数の兵馬俑があり、それぞれ個性的な表情をしています。しかし、兵馬俑を見学したことのある人なら、お気づきだろうが、兵馬俑の姿は様々だが、共通しているのは一重まぶたであることだ。その理由は何でしょうか？実は、
兵馬俑の人絵まぶた現象については、考古学ではかなり議論されており、議論の末に、次の二つの理由が挙げられている。一つ目は、色が落ちた。考古学者によると、描かれた、陶俑ほとんどは、鉱物顔料でできており、兵馬俑鉱は、過去に、火災、崩壊、洪水に見舞われたことがあるそうです。そのため、陶俑の大半は、塗装をほとんど失い、残骸が残っているだけで、比較的保存状態の良いものはごくわずかです。また、陶俑は長期間湿った森土に埋められていたため、地中の有害な要素による塗料の浸食が激しく、その結果、下地の木漆が劣化し、陶体との本来の密着性が失われ、塗料は非常に緩くなっています。塗装層と充填物の接着が強くなり、塗装面にシルト層が形成される。そのため、出土した陶俑は、ボディの塗装と木漆の層が分離して、剥離がなりやすい。その色は時間の経過とともに、場合によっては1から2分で消えてしまうこともあったという。兵馬俑は実在の人物をモデル化して作られたものです。だから兵馬俑は生き生きしているように見えます。二重まぶたと一重まぶたがありますが、二重まぶたは顔料で描かれているため、兵馬俑は発掘された後、空気により酸化されましたから、二重まぶたが一重になってしまいます。二つ目は、一重まぶたは純粋な漢民族の特徴。兵馬俑は芸術品であると同時に、写実的であるとする専門家もいる。すべて一重まぶたであることは、当時の人物やモデルが一重まぶたであったことを示唆している。今から2200年以上前、秦が統治していた西北地域の人々は、比較的同質の東アジアのモンゴル系民族であった。この民族は、一重まぶた、つまり、蒙古ひだを持っている。蒙古ひだは、医学的には、内眼角勢皮と呼ばれ、東、アジアや、東南アジアの民族によく見られるものである。秦以降の漢の遺伝子構造は、秦漢時代ほど単一でなくなったという指摘がある。特に魏秦南北朝時代には、北方の遊牧民が漢に侵攻し、漢族に同化され、災禍を逃れて南下した漢が南方の先住民を同化して、漢の血統は純粋ではなくなってしまったのだ。それゆえ、唐の壁画や彫像には、鼻が高く、目の大きな個人が多く登場するのである。しかし、一重まぶたと方眼は、依然として、漢民族の美意識の主流であり、例えば唐代の女性画に登場する美女は皆、細長い方眼と一重まぶたである。今日はここまでにします。次回は兵馬俑の作り方について解説します。ご覧をいただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。